お金だ、お金だ、おい、起きろ起きろ。釈放だ、早く支度しろ。よかったな、目撃者がいて。あの可愛い顔したお前さんの部下の子に感謝すんだな。花ちゃんのことですか。あの女すげえ必死だったぜ。雨の中ずぶ濡れになりながらここに来て、社長はやってませんってな。そうですか。おい秋山、これ以上金村工業みたいなクズとは付き合うな。駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰彼構わず金を貸すバカがいると、バカから金借りたバカが調子乗って暴れんだ。これ以上俺ら警察の邪魔しないでくれよな。何が言いたいんですか。お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。ゲーム感覚ですか。そうだ。今回のドンパチもお前が絡んでたってことは割れてんだ。お前が遊び半分で金村連中を煽ってっからこんなことになっちまったんだよ。杉内さん。ああ、俺はね、俺なりの信念があって金貸してるつもりなんですよ。だから金貸しはやめません。もういいですか、早く帰りたいんで。金村が死んだよ。いつ。お前がぐっすり寝ている最中だ。いいか、これ以上金村工業と上野清和会の件には関わるな。てめえが金村の連中に近づいたらこっちも徹底的にお前のこと洗ってやるぞ。ライト、ライト。あれ？すみません。ああ、すみません。お客さんですか。
どうぞどうぞ。あの。はい。スカイファイナンスってこちらでよろしいんでしょうか。ええ。ああ、ここちょっとわかりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞ、おかけください。はい。はい。ご融資のご相談でしょうか。ええ、まあ。あの。あ、はい。タバコ吸ってもいいでしょうか。ああ、はいはい。どうぞどうぞ。すいませんね、接客はいつもジムの女の子に任せっきりなもんで、こういう時気が利きませんで。どうぞ。すみません。はい。それでご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが、あの。ええ。こちら、保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか。無制限ですか。どちらでそのような話を。言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込まれたんでしょ。うちの店は同業の人たちにはあんまり評判良くないでしょうからね。で、おいくらほど必要なんですか。あの。ライターお借りしてもいいですか。ええ、どうぞ。大女優。あ、ん、あ、いや、カムロ町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今、あなたが働いてるお店のライター？あ、いや、そうではないんですけど。以前、そのお店にお世話になっていたことがありまして。そっちの業界、長いんですか？ええ。まあ、それなりに。で、いくら必要なんですか。え、とりあえずいくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようがないんで。1億。現金で1億円。
10日以内に私に融資していただけませんでしょうか。1億ですか。はい。保証人は？いません。担保も？ありません。保証人なし、担保なし、それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの？やっぱり無理ですよね、そんな話。そうですよね。すみません、私どうかしてました。この話忘れてください。お時間取らせてしまってすみませんでした。それじゃあ。ちょっと待った。貸さないとは言ってませんよ。まあ、ゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか。以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなたすぐにお金が必要なんだよね。はい。急いでるんだよね。はい、そうです。でもテストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストの方受けてみますか？はい、やらせてください。本当にいいんですね。私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします、そのテスト受けさせてください。それじゃあ明日。ご来店お待ちしてます。あの、お名前聞いてもよろしいですか？リリーと言います。リリさんですか？それは本名？それともお店の名前？言わないとダメですか？いえ、いいです。明日のご来店お待ちしてます。結局新井の兄貴に連絡が取れなかった俺は一旦事務所に戻ることにしたんです。おい、誰かいないのか？親父、失礼します。
なんだあいつら。柴田組の手先だろうよ。きっとお前か俺の身柄が必要なんだ。まあそうだよな。どういうことですか秋山さん。なあ兄さんよ、俺らの首持ってったって上の世話が納得するわけねえよ。そうだろ。さあな、それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今のうちに逃げろ。え、何言ってんすか。悪いが、俺の読みじゃお前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ。秋山さん、後でスカイファイナンスで落ち合おう。あそこなら何があっても大丈夫だ。でも早く行け。はい。あっ、これ、おっと、あんたらの相手は俺だ。てめえ遊びじゃねえんだぞ。指の一本や二本じゃ済まなくなるぜ。なんだ本職の脅しってのもその程度のもんか。今さら指とか古いんだよ。なんだと。こっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも肩に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。それじゃきっちりお前にはこっちの世界のやり方見せてやるぞ。望むところだ。敵だから遠慮すんな。しっかり弾取ったりや。やれ、はい、何やってんだてめえ。あ、やっべえな、こりゃ。秋山、お前またヤクザ相手に乱闘か。あ、今朝の忠告忘れたわけじゃねえよな。すひうちさん、まあいい、言い訳はまた署でゆっくり聞こうじゃねえか。いや、それちょっと。それに俺これに関しては被害者だし。うるせえ、すべこ言ってんじゃねえ。確保だ。はい、やべ、待て、まだか。待てなさい。間に合わなかったか。いやー、もう、ああ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 あ命拾いしたね。社長。ただいま。はい、お水。サンキュー。どっちにしてもこれじゃまた警察行きだな。